ウィノナ駅はアメリカ合衆国メネソタ州ウィノナイースとマークストリート65にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。ウィノナ州立大学メインキャンパスの東に位置するウィノナ駅はミルウォーキー鉄道として知られるシカゴミルウォーキーセントポール鉄道の駅として1888年に建設された。当時の社会規範に沿って 駅舎は中央に位置する切符売り場で男女の待合室が分けられていた。現在、待合室の一つは乗客用で、もう一つの待合室はカナディアンパシフィック鉄道の事務所として利用されている。1980年にウィノナの旧シカゴノースウェスタン鉄道の駅舎が解体された後、市民はミルウォーキー鉄道の駅の整備に関心を寄せた。 ミルウォーキー鉄道の資産を購入したカナディアンパシフィック鉄道は市役所の要請を受けて屋根や窓の修理に着手した。地元のボランティアはプロジェクトのために追加の資金を調達し建物の塗装や景観の維持に時間と労力をかけた。当駅は2013年に国家歴史登録財として登録されたアムトラックの停車する列車は下記の通り ありがとうございます。